アメリカ合衆国の資本家、企業家、財界人及び事前家。彼は、ジョン・ロック・フェラーのスタンダード・オイル・トラストでの重要人物の一人であった。彼は、その後、バージに、アン鉄道を設立した。その一歩、スタンダード・オイルでの関係者、ヘンリー・モリソン・フラグラーは、フロリダインスト・コースト鉄道を設立した。両方の鉄道は、 今日のアメリカ合衆国の鉄道ネットワークの一部を形成した。ロジャーズはマサチューセッツ州マタポイセットの労働者階級一家に生まれる。両親と共にフェアヘブンに転居。10代で新聞配達をするかたわら、父親の経営する食料雑貨店で働き、1957年に地元の高校をごく普通の成績で卒業した。彼は、 フェアヘブン・ブランチ鉄道で製造主として3から4年間働き、貯蓄に励んだ。1861年に彼は友人のチャールズ・エリスと共同で貯蓄した600ドルを西ペンシルベニアで新しく発見された油田地帯に投資し、小さなベンチャー企業、ワムスタ製油所をペンシルベニア州オイルシティの近くのマグリントックスビルに設立した。彼の製油所は、 原油投機の影響で経営が立ち行かなくなり、債権者のチャールズ・プラットに自らの責任で負債を弁済する様話した。プラットはその態度に感銘を受け、ロジャーズを自らの会社に採用した。ロジャーズはブルックリン製油所の所長からアストラルオイルの経営責任者まで承認し、プラットはロジャーズと共にチャールズ・プラットカンパニーを設立した。 同社は後にスタンダード・オイル・トラストの一部となる。彼は幼少時からの恋人アビー、ギフォード・ロジャーズと彼女の島での30年以上の結婚生活を送った。夫妻は4人の子供を設けた。ロジャーズは精力的に働き、1億ドル以上と見積もられる資産を得た。彼は、銅や鉄の最高及び鉄道を含む様々な産業に、 積極的な投資を行った。彼は、パートナーのウィリアム・ n ページとともに、ウェストバージニア州南部の丹田から、バージニア州のハンプトン・ローズ湾に面する、ノーフォーク近郊のスウェルズ・ポイントまで達するバージに、アン鉄道を建設した。ロジャーズがその資金のほとんどを提供したバージに、アン鉄道は、チェサピークオハイオ鉄道及びノーフォークウェイスタン鉄道と、 石炭輸送を競争した。ロジャーズは鉄道の完成とほぼ同時期に死去したが600マイルにも及ぶバージにアン鉄道は彼の意思を受けその歴史を重ねた。鉄道はいくつかの最大で最も強力な蒸気、電気、ディーゼル機関車をその50年に及ぶ歴史の中で運用した。VGN は1959年にノーフォークウェスタン鉄道と合併した。 VGN のバージニア州における旧路線のほとんどは2004年現在もノーホークサザン鉄道の石炭列車用路線として使用されている。マークト・トウェインとヘンリー・ハットルストン・ロジャーズ彼は故郷のマサチューセッツ州フェアヘイブンへ自らの時間と資金を捧げた。教会や公立学校の建設、また彼の17歳で死んだ娘、ミリセントの名を捧げた。 ミリセント図書館の建設に資金を提供した。1893年に彼はマーク・トウェインの資産の再編成に協力し、トウェインと友人になる。彼と妻はまたヘレン・ケラーが大学に入学するのを支援した。ロジャーズはさらに教育者ブッカー、T ・ワシントン博士と15年以上の友情を深めた。ワシントンはロジャーズからの寄付のうちのいくらかを公に、 明らかにすることを強いられたと感じたのは大富豪の死の後だけだったと語った。彼から提供された資金は少なくとも65の小さな学校の建設に使用され、バージニア州をはじめとする南部各地での黒人の環境改善に用いられ、誰から提供されたかは知らされなかったとも彼は語った。ロジャーズは高等教育機関に寛大な支援を行い、それは ごくわずかの受託者にしか知らされなかった。ありがとうございます。